皆さん、こんにちは。2024年11月12日、国際卓球連盟から発表された最新の世界ランキングで、日本女子シングルス界に大きな動きがありました。早田ひな選手が5位、張本美和選手が6位を守る一方、大堂彩月選手が2ランクアップし、自己最高位となる8位にランクイン。日本勢の3番手として新たな地位を築きました。今回はそんな大堂彩月選手について深掘りしてみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。今般、女子で日本勢の順位が入れ替わったことが中国で注目されています。3番手には10月に WTT チャンピオンズモンペリエで優勝後も躍進を遂げ、10位から8位に浮上した20歳の大堂彩月選手入りました。これまで日本勢3番手だった伊藤美誠選手は1つ順位を下げ10位、平野美宇選手が13位と続いています。大堂彩月選手が3番手につけたことに中国も反応しています。中国メディアは、大堂彩月が伊藤美誠を追い抜き、日本のトップ3に、との記事を掲載しました。同アミヤスも最新世界ランクを伝える記事の中で、大堂が日本3番手に浮上。ポテンシャルは計り知れないと警戒しているようです。今年1月の全日本選手権で大堂彩月選手は平野選手に負けベスト16、早田選手が優勝、張本選手が準優勝でした。この時、早田選手は全6試合で1ゲーム落としただけで、やはり早田選手は強かったと言えます。それが11月には大堂彩月選手は世界ランク8位、早田選手が5位、張本選手が6位。やはり1年では大堂彩月選手の躍進がずば抜けていると言えます。試合内容も1月に比べ別人のようなパワフルな試合展開をしています。見ていて爽快感があると述べる人がいます。今度の福岡は早田選手の地元でもあり、出場予定になっているのですが、この3人の戦い方は楽しみしかありません。卓球ファンはどのように見ているのでしょうか。男子は張本以外がまだ海外勢と戦える力ではない。特にアジアの強豪とは互角の戦いができていない。男子にも女子張本や大堂のような超新星が現れてほしいと思う。もちろん篠塚や戸上など張本世代も頑張ってほしいと思っている。まずは外国人選手に対して実績を作っていくことが必要。優勝した先のモンペリエ大会でも海外の強敵はチェン・イーチンだけ。今回のフランクフルト大会ではトントンに負けてしまったし、まだまだこれからですね。大堂彩月選手が WR8 に浮上。大堂選手はこれを機会に新しいヒロインとして、きっと自分の希望に向かって突き進んでいきたいことでしょう。健闘を祈ります。早田の怪我の回復程度が未知数。大堂は日本では張本と並ぶほどだが、対中国はまだまだこれから。ファイナル次第で様相も変わる。名前は知ってたがこんなに急成長するとは。何か要因があるのかな。もっと下からの突き上げが欲しいね。下のカテゴリーの大会で優勝を重ね、横井と組んだダブルスも強い。もっと早く出てきてもよかったのだが、上位の大会は国のランキングが4位まで、5位までと縛りがある。早田棄権のチャンスを最大限に生かして、そのチャンスをものにした。でもここからが大変。中国選手の壁は厚い。中国選手以外に勝てても中国選手に勝つのは難しい。勝ったとしても次に勝つのはさらに難しい。中国が五輪後ということで一休みしているが、必ず戻ってくる。その時本当の実力が試される。バックハンドの多彩さが彼女の強み。女子にしては強いドライブとフリック、チキータがある。特にロング戦のバックハンドドライブはがたいのいいドイツ男子のような打ち方で、台との距離をものともせずに相手の台に楽にかつ確率よく打ち込む感じがある。甘い球も引き出せて、そこから畳みかけての攻撃も早い。中国選手との対戦で感覚や戦術を吸収すれば、早田との二枚看板で団体戦で打ち負かすところまで行きそうな勢いだ。大いなる期待を寄せていることがわかります。大堂彩月選手は若干20歳のニューフェイスです。福井県出身で名門四天王寺高校卒業後は
福原愛さんや石川佳純さんらがいたミキハウスに所属し、 T リーグにも参戦していますという経歴を見ると、それなりの実績の持ち主だとすぐわかるのですが、特にこの半年間の急成長は著しく、今では群雄割拠の日本女子卓球界のトップ選手に躍り出て、王国中国からも警戒される選手に成長しました。全国中学校大会優勝や全日本ジュニア女子シングルス2連覇などの見事な成績を収めながら、なぜこれまで大きな注目を集めてこなかったのでしょうか。卓球に詳しいあるライターが次のように解説します。以前から実力はあったのですが、同学年に日本代表の木原美悠がいたんですね。木原は2023年の世界選手権女子ダブルスで銅メダルを獲得し、全日本選手権の女子シングルスでは史上最年少で決勝に進出した名選手です。ダントツに強かった木原の陰に隠れて目立たなかったという部分がありますとしています。その王道選手が11月5日発表の世界ランキングで26くらいの木原選手を抑え、一気に10位に躍進を果たしたのです。今年4月初旬の時点では、王道選手の世界ランキングは125位だったので、およそ半年間で飛躍的にランキングを上げ、中国選手に肉薄する存在に成長したことになります。何が王道選手を飛躍させたのでしょうか。昨週からコーチを務めている元日本代表選手の坂本龍介コーチが戦い方や精神面を鍛え、それが一気にこの半年で実を結んできたということです。具体的にはプレースタイルを守り、中心から攻撃的なスタイルに変更し、それが奏功した。今ではアグレッシブなプレースタイルが特徴ですが、それは坂本コーチの指導力が大きいでしょうと日本卓球協会関係者は語ります。技術的には優れていたものの、さらに戦術面を強化し、花が開いてきた王道選手は運を味方につける能力にも長けているようです。日本卓球協会関係者が続けます。今年のアジア選手権の国内選考会は、実力者の木原や長崎美優らが海外遠征続きの疲労困憊した中で行われ、王道は代表の座を勝ち取りました。さらにそのアジア選手権の女子団体決勝で、日本は50年ぶりに中国を破りました。そんな歴史的な出来事を代表メンバーとして経験したわけです。中国撃破の場面に王道の出番はありませんでしたが、ベンチにいてチームメイトの活躍を目の当たりにした。それも大きな刺激になって、その後の活躍につながっていると思います。さらに年間を通じて行われる WTT チャンピオンズという大会のモンペリエとフランクフルトの2大会は、エースの早田ひなが怪我のため出られなかった。本来は早田が出場し、王道は出られなかった大会ですと語ります。そのチャンスを王道選手は見事に生かしたのです。モンペリエでの WTT チャンピオンズでは、自分より格上の平野美宇選手、伊藤美誠選手を破り決勝に進出しました。相手は成長著しい張本美和選手だったのですが、攻めの姿勢を貫き見事に優勝しました。日本を代表する並み居る3選手を撃破して飛躍のきっかけとしました。そして世界ランクも急上昇したわけです。その要因は攻撃面の強化だけではありません。坂本コーチ直伝の鋭いサービスがとても効果的に使われています。これで先手を取って攻め込むことができるのです。ただしここまで注目されると相手から研究されます。得意のサービスも相手に慣れられた時どう対応するのか。また中国のトップ選手との対戦もまだありません。そうした未知数の部分はありますが、日本のトップ選手3人を連続して破ることは並大抵ではありません。さらなる飛躍を期待したいですねと関係者は語りました。加えて王道選手の特徴はまだあります。コートに近い位置でプレーするだけではなく、少し下がった中陣、あるいは個人からも強いボールが打てるパワフルさがあるのです。つまり複数の戦い方を用いることができるのが強みだと言えるでしょう。この11月には年間チャンピオンを決める WTT ファイナルズ福岡が11月20日から24日北九州市で開催されます。その大舞台で再び日本の実力者たちを破るのか、また
中国のトップ選手たちとどんな戦いを繰り広げるのか、とっても楽しみになってきました。いかがだったでしょうか。今回は王道皐月選手について深掘りしてきました。年が明けるとすぐ国内の女王を決める全日本選手権が2025年1月21日、26日に東京体育館で行われます。女子選手らが群雄割拠する中で、実力者に三立てを食らわせた台頭著しい王道皐月選手がどこまで食い込んでいくか、女王の座に輝いても何ら不思議ではないでしょう。注目点がまた一つ増えたと言えます。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。